エド・ガームーンは、オーストラリア・クイーンズランド州、ホレスト・ヒル出身の男子テニス選手。1930年の全豪選手権男子シングルス、優勝者で、男子ダブルスで1932年、混合ダブルスでも1929年と1934年に優勝し、同選手権で4つのタイトルを獲得した選手である。ガームーンと呼ばれることも多い。彼のテニスは、 強力なグラウンドストロークが大きな武器でオールラウンドプレイヤーのスタイルであった。ムーンは1926年の全豪選手権1回戦で当時のオーストラリア男子テニス界の第一人者だったジェラルド・パターソンを破って注目を集めた。オーストラリアの新聞は彼の登場を新しいスターの誕生からそれはムーンだと称賛した。それから4年後の1930年。 ムーンは、全豪選手権の男子シングルス決勝で、ハリー・ホップマンを6から3、6から1、6から3で破り、大会初優勝を飾った。全豪選手権で優勝した年、ムーンは、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手に選ばれ、起用された4試合全てに勝利した。この後、ムーンは、唯一の出場となった、全仏選手権でも好成績を収め、 ベスト8進出を果たす。第5シードのムーンは、準々決勝で、イタリアのウンベルトでモルプル後に2から6、2から6、6から4、6から2、3から6で敗れた。ウィンブルドン選手権では、第8シードのムーンは、1回戦敗退に終わった。全豪男子シングルス優勝から2年後、1932年に、ムーンは、男子ダブルスで、ジャック・クロフォードとペアを組み、 ホップマンとジェラルド・パターソンの組を12から10、6から3、4から6、6から4で破って優勝した。それまで、ムーンは男子ダブルスで1928年と1929年に2度の準優勝があった。しかし、1933年の男子ダブルス決勝で、ムーンとクロフォードはアメリカペアのエルスワース・バインズキース・グレッドヒル組にタイトルを明け渡した。 混合ダブルスでは、ムーンは1929年にダフネ・アクハースと1934年にジョーン・ハーティガンと組んで2勝を挙げている。1931年以後のムーンはシングルスではベスト8止まりの成績で、1936年の準々決勝でクロフォードに敗れた試合を最後に現役を引退した。ムーンの他の成績は、 ウィンブルドン選手権では1928年の4回戦進出が自己最高成績であった。全米選手権にも1928年の一度出場があり、シングルスは1回戦敗退に終わったが、混合ダブルスでエディットクロスと組んで準優勝した。ムーンとクロスは混合ダブルス決勝でジョンホークスヘレン・ウィルス組に1から6、3から6で敗れた。 ガツのような新しいスターと呼ばれたムーンの選手引退後の様子はあまり知られていないが、1976年5月26日に71歳で死去した。ありがとうございます。